朝恒例の声出しを任されたのはドラフト3位大道春樹。威勢のいい一発芸で盛り上げ、カープの洗礼を乗り切ります。午前の練習が終わり、ランチ特打でマウンドに上がったのは期待の先発投手陣。開幕投手を狙う栗はクロンとの対戦。右中間スタンドに運ばれます。さらに鈴木誠也にも柵越えを許します。変化球を交えながら40球を投げ終えた栗、鈴木誠也らと言葉を交わし状態を確認していました。そしてもう一人の開幕投手候補、森下正人。こちらも打者4人に対し変化球を試しながらの40球。キレのあるボールで何度も空振りを奪うなど、ヒット性を2本に抑えました。ドラフト1位栗林投手がこのキャンプ初めてバッターに向かってピッチングを行います。どのような投球をするのか楽しみです。栗林は変化球を投げた栗、森下とは違いストレートだけで勝負。最速146キロのまっすぐで30球中11球がファウル。期待のドラフト1位は貪欲にストレートを追求します。まっすぐはどのような反応でどのぐらい通用するのかというのを意識して投げましたし、自分の中ではゾーンに強くしっかり投げ込めるというのを意識してやりました。1位で取ってもらったからには1位での役割をしなきゃいけないと思うんで、そこをしっかりできるようにやっていきたいなと思います。やっぱりさすがいいボールというところもありましたし、まだまだ調整というところも、ね、考えながらやっていると思いますし、今段階では順調来ていると思います。